フィッシュカツはうまいぞ。カツと聞くと急にそわそわする人がいる。カツ好きの人である。こういう人はカツという言葉に敏感だ。当然メンチカツにも反応するし、串カツにも反応するし、小林カツヨにも反応する。こういう人たちの近くではうかつにカツなんて言えない。カツと聞いただけで浮き足立ち、いても立ってもいられなくなり、ついに駆け出す。どっち方面に駆け出すかというと、とんかつ方面に向かって駆け出す。一口にカツといってもいろいろなカツがある。豚カツ、ビーフカツ、メンチカツ、串カツ、ハムカツ、それから月島名物レバーカツなんてものまである。レバーみたいなあんなぐにゃぐにゃしたものはカツには無理だろうと誰もが思うが、ちゃんとカツに仕立て上げてしまう。日本人は全体的にカツ好き民族であるから、カツに仕立て上げられそうな食材はこれまでことごとくカツに仕立て上げてきた。カツに仕立て上げられる食材はもうないか、あとないかと考え続け、うん、やっぱりもうないなと誰もが安心していると、まだありますと西の方から手が上がった。徳島県の小松島市というところから勢いよく手が上がった。何ですかそれは。議長が発言を促す。議長というのはカツにするものもうないか全国連絡会会議議長のことである。我が地方の特産物フィッシュカツであります。何フィッシュカツとな。さようでございます。魚肉をミンチにし、それを平べったく伸ばし、これにパン粉をつけて油で揚げたものでございます。うん、その調理法はまさしくカツそのものではないか。我々の住む徳島県ではカツといえばフィッシュカツを指すのであります。苦しゅうない、地高よれ。してその方はそのフィッシュカツなるものを食したことがあるのであろうな。ぎょい、スーパーでもコンビニでも売っているものでありまするから、してビールのつまみとして、うどんの具として、県民一同毎日のようにでありまするからして、殿にもぜひ一度ご試食の栄を賜りたいと存じ奉りまする。最初議長だったはずなのに、いつの間にか殿になってしまったが、この流れはもはや何人も押しとどめることはできない。フィッシュカツの歴史は古い。昭和31年頃、小松島市周辺で発案され、最初はカツ天と呼ばれていたが、昭和62年頃からフィッシュカツと呼ばれるようになったという。材料はこの一帯で取れるタチウオ、エソ、アジ、ハゼなどで、これらをミンチにしてさまざまな味付けをしてあるので、さつま揚げのようにそのままで食べられる。殿、これが徳島名物フィッシュカツ。つくしかまぼこ店の製品にござりまする。うむ、うまい。なんとうまいものではないか。要は満足じゃ。して、このちょこっとピリッとくるこの味は？カレー味でございます。魚肉の方に塩、カレー粉、唐辛子、それに秘伝の玉ねぎエキスで味をつけてありまする。あっぱれあっぱれ、サンマは目黒、フィッシュカツは徳島に限るぞよ。殿にお裾分けしてもらって僕も食べたのだが、たちまちフィッシュカツにはまってしまった。確かに今まで味わったことのない不思議な味だ。いろんな店がいろんなフィッシュカツを作って売り出しているが、おおよその大きさは一番長いところが15センチから20センチの楕円形というかなり大きなもので、厚みは5ミリから8ミリ、値段70円から80円。
まずうどんにのせてみた。熱いうどんのつゆと実によく合う。ちくわやさつま揚げなどの魚肉練り製品はおでんのつゆによく合うように、当然フィッシュカツは醤油とかつおだしのつゆとよくなじむ。カツであるからカツ丼という発想でカツ丼にしてみた。これがまたもう何とも不思議な美味で、何しろ魚肉とはいえカツであるわけだし、そのカツにカレーの味が練り込んであるので、カツカレー風味のカツ丼という新しいスタイルのカツ丼となる。食感は魚肉ソーセージに少し似ているが、そこにもちもち感が加わる。ハムカツ好きなら、よし、今度はハムカツでハムカツ丼を作ってやるぞ、という気になるはずだ。徳島県ではこのほか、ちょっと刻んでお好み焼き、焼きそばなどにもフィッシュカツを用いるという。僕はやっぱり軽く炙ってそのままというのがいいな。そいつでビールというのが一番だな。今まではビールには串カツが一番だったが、これからはフィッシュカツが一番に収支替えしてもいいな。そのためにはぜひうちの近所のスーパーやコンビニでも買えるようにしてほしいな。そのためにはフィッシュカツ全国区進出促進委員会を作ってほしいな。